はいどうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで、ランカーがゼロから放置少女やり直してみた企画、略してランゼロ企画ですが、いや、今回の5周年、もっとランゼロ企画の映像いっぱい撮りたかったんですが、まあ、本当にめちゃくちゃ色々忙しくて、全然ランゼロ企画の動画撮れませんでしたね。はい、なんでちょっと今日、今月曜日で、まあ、先ほど大谷氏の弱体化したバージョンでの対人戦映像を撮ったばっかりですが、で、この後、更新情報の収録なんかもあるんですが、隙を見て、今間に1本収録入れてます。はい、本当はね、日曜日お休みしちゃったんですが、まあ、ちょっと日曜日にね、撮りたかったんですが、まあ、色々あって、日曜日全く収録まで手をつけることができず、はい、このねランゼロサバ楽しみにしてくださってる方には、まあ、5周年を一緒にプレイして楽しみたかったんですが、なかなか動画出せず申し訳ありません。はい、ということで、まあ今日スゴロクとかが最後だったりするんで、はい、やれるところガンガンやっていきましょう。はい、まずはなんといっても混沌素材ですね。香り袋1個と、はい、なんと遊園地プレゼントが3つあるっていうことで、合計して4個分の混沌素材を作れるということで、まあ何を作っていくかってことですが、はい、余裕期すでに、まあ、混沌の兜を持ってる状態なんで、もう1部どこつけるかっていうところですが、まあ、今回は鎧つけていきたいと思います。まあもう理由としてはこちらですね。パッシブスキルの防御力を使った攻撃力ベース防御無視攻撃のカット機能、割合カットできるんで、まあ、防御力は上げておきたい。 79.3% からどこまで上がるか。香り袋はすでに1個持ってるんで、もう1個追加して、あとは誓いの杖2個っていう形で、はい、作っていって、さあ出会いガチャで混沌の鎧、香り袋と誓いの杖1個でかけら35を作ることができるんですが、まあこのかけらを装備に変換するには70個分必要なんで、まあ、これをもう1個必要ということで、それぞれの素材アイテムが2個ずつあれば、はい、こういう風に2個購入することができて、はい、混沌の鎧70個でかけら5星、はい、鎧できました。はい、これで王者の鎧と入れ替えれば、はい、防御力としては20万になって、はい、神髄共鳴スキル的には、さっき 79.3% だったのが 81.6% と、まあ、わずかに上昇したっていう形になりますが、はい、ちょっと現状今まで混沌2、王者2、陶器人2だったのが、混沌3になってしまって、はい、この王者セットの HP 上限プラス 10% のセット効果が外れてしまっていて、耐久力を落としてしまうので、はい、今は、あえて混沌装備に関してはまた王者に戻して、HP ですね、しっかり確保した状態で、まだしばらくやっていこうと思います。で、あと2レベル上がれば、はい、ここの武器が深淵化できるので、深淵化したら深淵1混沌2っていう形を作るために、まあ、鎧の部分を混沌にしていくと、はい、ということで、今とりあえず一旦はこの純主力のカシウスあたりに渡しておきますか。まあ、ちょうどカシウスの方は武器が混沌武器になっていて、混沌2の状態になって混沌2、王者2、陶器人2というような、はい、ちょうど綺麗にセット効果が発動する形になったので、余裕期の武器が深淵化するまではこれでいきましょう。はい、鍛錬もしっかりしていって、また余裕期に戻すときはここ敏捷をメインにしなきゃいけませんね。めちゃくちゃ忘れそう。はい、やや固めのカシウスができました。はい、ということで急いでレベル上げていきたいんですが、はい、一般セントですね。まあ、今日月曜日なんで、鋳造値4倍と経験値2倍というような感じで、今カレンダーだと、まあ、高いところだと経験値3倍なんかがあるんですが、まあ、この経験値2倍も普通に美味しいんで、今この5周年期間中はこの高速セントですね、経験値もらえる日は4回分100元宝を消費してやる形にしてます。もうちょっとやってもいい気がするんですが、まあ、さすがにビビ課金なんで、はい、100元宝消費までで抑えておこうかなというところで、まあ、このプレイヤーに対する5周年生後バフ、この恩恵をがっつり利用しない手はないということで、高速戦闘なんかもしっかりやっていって、まあ、特に鋳造値4倍っていうのがめちゃくちゃありがたいんで、高速戦闘系なんかももう今回だいぶ出し惜しみせず使いまくってます。まあ、ただ月曜日の方は2時間高速戦闘券で使っていきましょう。はい、あとこれもだいぶ収録遅れてしまいましたが、この UR 副賞セレクト、この前の総選挙で無料でもらえた箱ですが、まあ、今回この箱については開封するのは見送りにしたいと思います。まあ、結構奥義的には浮津が攻撃力プラス 6%、 砲術貫通130の体力30だとか、今川義元は防御貫通系の奥義に絡んでいたりで、総比なんかも同じく防御貫通系の奥義プラス体力奥義、命中会心奥義で、経過は微妙で二次キャラクターと組んだ状態上耐性 4% とかがあるんですが、まあ、基本開封しづらいんで経過は普通に見送りで、課題に関しては課題取っちゃえば、あと黄金器を限定トレジャーなんかで取って大凶小凶待ちになるので、カダが第一巻一番解放しやすい奥義に絡んでいて、まあ、さらに攻撃力 6% とかっていうところにも絡んでおり、まあ、今回カダが優先度高いんですが、現状今大凶小凶の入手先なんかも来ていない状態なので、まあ、どのキャラクターも急いで開ける必要がなく、まあ、これ開けないで待ってる間に、例えばまた次 UR セレクトの宝箱なんかを無料でもらえる機会があった際に、まあ、副賞かぶりなんかしてくれれば、まあ、例えばそっちの箱の方でカダが入っていて、その他の副賞がいまいち奥義的にしょぼい副将たちだったら、あ、じゃあカダはそっちの箱で開けるかみたいな、はい、選択肢の幅が広がるので、まあ、基本的に大喜利値かかっていたり、まあ、今投用することでスキル的なメリットがあったりする場合以外は、特に無課金美課金の人はここら辺は慎重に開けない選択肢を取っていくのがいいかなと私は思ってます。はい、ちなみにラキスタラインナップに直すと、今回の5体はまあこういう風な並びになるんですが、まあ、経過は大喜利的にあまりよろしくないので色変えてますが、まあ、例えば今川義元なんかはダッキーが終わったら、まあ、次しばし行く人が多いですかね、大喜利的には。でその次っていう形なんで、だいぶ遅くなるし、
はい、浮き継に関してはバト終わったら次浮き継って人多いと思うので、別に箱で開けなくても割と早い段階で浮き継に行く人いるのかなっていうところで、はい、今川よりは優先度やや低めと。でこの総比に関しても上杉の後、まあ、炎章か総比って感じですが、これどちらも奥義まあまあ優秀なんで、まあ総比の箱を開けておけば炎章の方をラキスタの方では貯めていけるし、で肩に関しても直江最優先で、その後孫権と肩で悩む人が結構いると思うので、ここも肩取っておけば孫権楽になるしという感じで、まあ次回以降のまた UR 副賞セレクト宝箱なんかで、例えば孫権が入ってる宝箱だった場合には、あじゃあ孫権無料で開けられるなら肩の方はラキスタで自力でやっていくかっていう風になって、今回の UR 戦宝箱の肩の選択肢が外れるというような、まあ時間が経てば経つほどここら辺コントロールしやすくなるので、まあゲットしたらすぐ開けたくなっちゃうと思いますが、はい、ここは我慢してスルーしたいと思います。はい、こちらの SSR 副賞セレクト宝箱の方も同様ですね。まあめちゃくちゃ今回奥義的に優秀なキャラクター揃っていたり、まあリクソンなんかは首相に対して防御力アップするようなパッシブスキル持ってたりして、まあちょうど今一般戦闘なんかでは首相が援護挑発で敵の攻撃一発耐えられれば、上杉謙信で回していない夫人としてはめちゃくちゃ長考面の祝福なんかを残しやすくなってありがたいので、まあ首相の防御力を上げるっていう選択肢最優先で考えてるんですが、まあ今 UR の上杉謙信がその代わりやってくれてるので、もう一体バッファーが来るまではその形でいいかなと、上杉謙信を前列に置いて、まあ、我慢しようかなというところで、まあ、この上杉謙信の枠が圧迫されるようなことがあれば首相の防御力を上げていく必要が出てくるので、まあ、早々にそうなってしまったらリクソン解放かなっていうところですが、いやもうほんとここ甲冑とか孫権とかで、あと宝徳とか朝鮮とかもねレアなキャラクターでめちゃくちゃいい箱になってるんで悩みどころですが、まあ、運用上リクソンが今一番開封に近いかなっていうところですね。まあ、ボスなんかに悩んでる人は甲冑の火傷なんかも入れておきたいところですが、私のこのランゼロサバの場合はボス突破してもその先の戦役がまだ安定していかないので、そこまで実は優先度高くない状態になってますね。さあということで副賞セレクトは開けられませんが、はい、代わりに、はい、この飛び散る花火のリカちゃんですね、はい、しっかり決勝溜まったんで、はい、リカちゃんはさらっていきましょう。はい、決勝1350個を消費して、はい、リカちゃん投与。はい、ということで生意気なロリガキリカちゃん陣営に入ってきました。まったく何を勝手な行動を、やけどしたら知らねえぞ。普通に行こう。今どんな気持ちだと。うるさい、バカ、黙れ。これ好きな人多そう。はい、リカちゃん、まあロリキャラに見えますが、こう見えて万物が創造された時から一緒に生まれてるキャラクターなんで、ものすごい年なんですが、はい、今絶賛反抗期ということで、精霊に反抗期とかあるんですね。はい、めちゃくちゃ長い年月を経て今更反抗期になってる感じ好き。あと自分の炎で服の裾なんかがちょっと燃えちゃってる感じもバカっぽくて好き。はい、そんなリカちゃんですが、まあスキルで敵を盲目にすることができて、なおかつ味方6名に対して行幸という筋力値ベース防御無視攻撃をカットする性能をつけることができて、まあ無料でねこの筋力値ベースカット機能、まあ、無料でこの筋力値ベース防御虫カット機能をつけられるのはめちゃくちゃありがたいんで、ちょっとランゼロサバでも陣営に入れていきたいと思いますが、はい、その前に盲目機能をミスった場合どうなるかですが、ミスった場合には付与することができませんでした。まあ、なんである程度育てないとこのリカちゃん自体の命中率自体が 14% とめちゃくちゃ今低い状態なんで、まあ、本来であれば範囲攻撃をして弱い子なんかを落とした後、まあ、場に残っている敵の中で準主力だったり主力相手に対して盲目をつけて、こちらの溶融機なんかで残影で避けていくっていうような戦闘スタイルが望まれるんですが、育てないとまず範囲相当ができなかったり命中率が足りなかったりと、スキル1の行幸以外の機能の部分は大幅に効果が失われてしまうので、まあ訓練書ぐらいなら使ってもいいですが、覚醒弾なんかはさすがに使っていくのがもったいないので、まあやれるとしたら初級育成弾ちょっと使ったり、まああとは戦役で使っていた命中の宝石なんかを対人戦では溶融機から外していくので、それをつけていってあげたり、はい、これでどんぐらい変わるか見たいですね。はい、命中率 33.7%、 んギリギリ機能するかしないかっていう感じですね。まあ敵の主力は回避率も高くなってるんで、はい、ちょっとこれだけじゃきついですね。はい、一応陣営に入れてどうなるかちょっとあがいてみますか。はい、アウグスの攻撃なんとか耐えて、はい、援護化持ってって蓄力化した状態の溶融機、はい、この状態であとは、はい、盲目がつけばいいんですが、応援で出てきたフレッシュな直江兼次の方に盲目をつけて、まああまり大した動きは活躍はできませんでしたが、まあ行幸4ターンがついてることはありがたいですかね。まあどちらにせよアウグスは状態状態性があるんで、はい、結局は溶融機が、はい、スキルで押し切って勝利していくっていうような感じになっちゃいますね。はい、リカちゃんの活躍としてはやっぱりある程度育てないと盲目ポジションとしてはきついのかなっていったところでしょうか。はい、ちょっとランゼロサバの方にも大谷氏いたんで挑んでみますが、うん、めちゃくちゃ強いね。やっぱり溶融機が復活からそのままやられちゃいましたね。残影状態になっても普通に当たるの何なんですかね。はい、お相手のノンさん、はい、大谷氏の戦力的には一応こちらの方がやや上で、で命中率なんかは 57.3% と、はい、っていうような状態なんですが、まあ、残影当ててきましたね。はい、ちょっともう一回ぐらい見ていきますか。さあ今度は避けてほしい。さあチョコムの祝福貼っておいて、はい、まずは攻撃回数でいなしていきましょう。
あ、なんとか復活免れましたね。はい、ただ罪悪撃砕が痛すぎる。さあ、最低状態にまで持っていくことできました。結構いい勝負できるかと思ったら、待って、安倍の生命もいましたね。そういえばアイコン安倍の生命でしたね。これはやばい。はい、しっかり武将と防止っていうじゃんけん体制を早くも作ってる感じですね。いや、これは厄介。はい、いろんな対戦相手に対応できる戦闘スタイルを確立されている形。さあ、カッシウスのスプラッシュで頑張れるか。全然ですね。サイレイが硬すぎる。はい、しっかりね、大谷氏にも援護つけてるんで、これは崩せないですね、普通に。さあ、残影状態になりますが、当たんだよな。大谷氏、まあどっちにしろ12回攻撃になるんで、全て避けきるのは難しかったかなっていうことで、まあ今日1本大谷氏動画アップしてますが、ここでも大谷氏にはめちゃくちゃ苦しめられますね。いや、ちょっと幼魚期このサバでだいぶ肩身狭くなっていきそうな予感がしますね、これは。はい、ということで運営さん、おそらく弓将の残影促進のためにリカちゃん入れてくれたんだと思いますが、まあそれ以上に弓将にとってはやばいキャラクターが出てきてしまったなというようなところで、今若干絶望気味です。まあ今後はとりあえずまずはチョコメちゃんもね、登用したばっかりなんで、このチョコメちゃん使ってボス戦なんかまだまだ進むと思うので、ボス戦進めていく動画なんかも近々撮っていきたいと思います。はい、ちなみに今回衝撃的な事実が明らかになって、このシンポーちゃん、チョコメちゃんが持ってる本体ちゃんですが、このシンポーちゃんの名前の漢字がついに判明しました。はい、ランゼロ企画に参加してくれてるベルクさん、はい、今回、はい、なんと運営さんの方にシンポーちゃんの漢字書きを問い合わせてくれて、はい、どうやらシンポーちゃんの漢字は、はい、この進む宝と書いてシンポーちゃんと読むということで、めちゃくちゃありがたい情報もらいました。いや、ベルクさんマジでありがとうございます。私も名前知りたかったんですが、まさかヘルプで聞くっていうね、発想にまでは至らなかったんで、いや、マジでファインプレイですね。名前の由来までね、聞いていただけて、はい、どうやら宝が入ってくるという祈りでこの名前に決まりましたと返信がもらえたということで、いや、これは普通にいいネーミングセンス。いや、ちょっと漢字知れたのマジで嬉しいですね。ベルクさん、ありがとうございます。まあ、シンポーちゃんと一緒にいれば宝が入ってくるっていうことで、まあ、運営さんの方もプレイヤーに宝が入ってくるという祈りを込めたということで、はい、そんな運営さんにアドバイスなんですが、願い返しの確率調整変更すれば原本いっぱい入ってくるようになるんで、リアルなところでそんな設定変更なんていかがでしょうか。さあ、あとは、このスゴロクイベントも本日最終日ってことで、はい、全部サイコロ消費してきますか。これも全然参加してく映像を流すことできなくて、もっと流したかったですが、まあ最終日、溜め込んだサイコロを使いまくっていきますか。さあ、翔ちゃん頑張れ。はい、ちょっと万能サイコロなんかも使っていきましょう。はい、1マス進んで、このね、ショップは確実に取っていきたいんで、はい、ショップからラキスタ券狙っていきましょう。はい、これは例のごとく、YouTube メンバーシップ動画でアップしてるようなやり方で効率的にラキスタ券貯めていくことができるので、なるべく損しづらいラキスタ券の引き方ができるような方法を教えてますので、興味がある方は YouTube メンバーシップの去年の8月ぐらいのスゴロクイベント初実装の時の映像を見てみてください。さあ、ということでラキスタ券探していきますか。OK。はい。今回の引きだとここでストップが無難ですね。はい。というような判断基準が紹介されているのがメンバーシップ動画になります。はい。やめると。で、まあ、こうなっちゃうと、1から3全部いらないんで、もう4だけってことで、こういう時も万能サイコロ使ってきますか。はい。ガチャ券ゲットで。はい、もう今日残り1日しかないんで、このロハンちゃんとのじゃんけんなんかもできるところではやっていきましょう。もらえるものはなるべくもらっていくスタイル。さあ、ボス戦に関しても、まあ、チョコメちゃん入ったんで、チョコメちゃん入れていきますか。はい、普通にこの位置を置きたいんですが、まあ、そうするとあやめちゃんが応援で出てこれなくなっちゃうんで、これとどっちがいいんだろう。ちょっと模擬戦やってみますか。はい、これだと5回撃破。あやめちゃんの代わりに前に置くと5回撃破。まあ、変わんないですね。劉備なしにしてあやめちゃん前に置くと5回と。はい、どれも変わらないんで、はい、一番模擬戦連打して4回にならなかったチョコメちゃん応援出しパターンで今回は行きたいと思います。はい、良い気スキル1で1回落として、で、応援にチョコメちゃん出てきて、はい、撃破稼いでいって、はい、これで5回と。はい、ランゼロ企画の方は、もうこれでやっていくしかないですね。さあ、4マス後にラキスタ券ありますが、もしかしたら、普通に4出るかもしれないので、まずはノーマルサイコロでやっていって、あ、出た。はい、こうすれば万能サイコロ使わずに済むんで、もし3以下だったら、次万能サイコロ使えばいいだけなんで、4マス後にラキスタ券なんかがある場合には、ノーマルサイコロでいきましょう。で、2でショップ。よし、ラキスタ券貯めていきましょう。オッケー、ナイス。はい、一発目でラキスタ券が出た時は、もうボーナスタイムなんで、1回。いや、しかも2回目でラキスタ8割引き出ましたね。いや、これはもう勝ち。これは最後までいきます。はい、その後6回ぐらい引いてラキスタ券最後出てきました。これめちゃくちゃ原本浮いた。あ、勝っちゃった。まず様子見ようと思ったんですが、普通に勝っちゃいましたね。はい、クイズももう全通り見たんで、問題文じゃなくて回答の方を見ながら答えられちゃいますね。
はい、ボス戦もそのまま挑んでいって、おーすごい、またラキスタ剣初回、いやこれも勝ち戦。はい、その後12回目で5割引きのラッキースタ剣、はい、この場合は続行で OK。 さあまたしてもチョップ、そしてやばい、いやこれありがたい、いやちょっと今回引き多すぎですねこれ。はい、最後のラッキースタ剣、いやこの場合もうラッキースタ剣じゃなくてもいい、ちょっと高級ガチャ剣なんかでも欲しくなっちゃう感じ。8割きた、いやマジで神イベントですね。さあダイスの残り回数が少なくなってきたんで、まあ、ここの左上にあるラキスタ剣のところまで投下したいんで、はい、急ピッチで進んでいきますか。あ、てかロハンちゃんにやばい、会えない。あ、しまった、今1使うべきでしたね最後。あ、やっちゃった、ラキスタ剣に釣られてロハンちゃんとの合流忘れてました。いや、ここ1引いてダイス獲得しておけばロハンちゃんに抜かれて、でロハンちゃんにぶつかって回収しながら前進めたのに、ダイスも増えて、いやちょっと完全にアホムーブかましちゃいました。しまった、はい、もうこれはもう進むしかないですね。あ、4回だし、いや最後やっちゃったなマジで。はい、こういうミスよくやります、ほんとそういうところある。さあ最後に今月もランゼロサバの月1100円縛りプレイの、はい、月ギフトがちょうど切れるタイミングということで課金してきますか。はい、今回はこの月ギフの課金ともう一つ120円課金があるんですが、まあ、いつもであればここに幸運ギフトなんかがあれば幸運ギフト選ぶし、まあ、あとは2倍チャージを使った120円課金なんですが、今回はもう猫コインパック賞ありますからね、いやこれやるしかないでしょう。はい、ということでちょっと課金してきます。はい、ということで月ギフ延長からの、はい、猫コイン10枚ゲットして、さあ猫の遊ぶ班、このめちゃくちゃ愛おしい虎猫ちゃんの後ろ姿、はい、これも今日最終日ですが、いや終わっちゃうの寂しいですが、最後に一回遊んできますか。まあ120円だと猫コイン10枚しかゲットできないんで1回しか回せませんが、まあその1回で副賞セレクト 0.15% の確率当てに行きますか。もう虎猫ちゃんと私の関係ですから、いい塩梅できっと止めてくれるはず。寝てるっぽいけど、さあ虎猫ちゃん、今までいろいろあったけど、もうそれは全部水に流してこれからは仲良くしていこう、頼む、ゴー。ニャーじゃねえよ。するおっす。おっす。